こんにちは。プレイアートクリエイターの相澤です。本日ご紹介するおもちゃは、まあこれもまたね、ちょっと入手が今できるのかどうかわからないんですけれども、はい。トゥリアマントっていうね、これ不思議な構成玩具。これドイツでね、昔買ったものなんですけれどもね、10年くらい前かな。これを見ていきましょう。はい、それではトゥリアマント見ていきましょう。以前にというかちょっと前にね、オリイタっていうね、オクタソンっていう、まあ、クラーセンの作品、それからテトラフレックスっていうね、板を、まあ、布でね、つなげて構成玩具にしたもの、これを紹介してました。それをね、なんかね、これ 3D にしたような感じのものなんですよ。それでね、すごい秀逸だなって思うのは、このパッケージデザインです。パッケージが今こうなってますね。こういう箱になってますよね。で、これを開くでしょ？開くと、このように、これを本体取り出す、こういうものです。ね、本体取り出してこうやって取っちゃうと、なんとこういうね、1枚の紙になるんですよ。しかもこの紙に、はい、パターン表がね、これはあのカラフルな、レインボーカラーバージョンのパターン表ですけれども、2つ売っててね、なんかこれ渋くてこの白黒がいいなと思ったんです。で、私はこっちを買ったんですけどね、ですからちょうどオクタソンとテトラフレックスに、まああれが 2D を 3D にするとしたら、これ 3D もともと立体をつなげてますというね、非常に近い感じが私はするんですけれども、はい、まあ後でこれのいくつか作ってみてもいいかと思いますけれども、はい、どういうものかというと、こういうものなんですよ。こういうものね。で、こことここが、はい、布でそれぞれがつながっていると。まあ、ですからネフシャの積み木なんかでもこれに近いものが、あ、こういう、これ楽しいですよね。これね、これをこうやっていくことはできるのか、できるのか、あ、できる、できるね。まあこういう構成玩具にね、とても弱いんですね、私は。美しい柄ができましたよ。ね、どうやって遊ぶのが正解とかないんだよね。でもね、多分ね、ここ持ってさ、これこうやるだけで結構楽しいんじゃないかと思うんだけどね。で、なんやかんや子供がこうやってるうちに、あ、こんな形できたとかね、割とこう難しく考えなくてもお気楽に楽しいんじゃないかと。あ、これはこれで一個できるわけだから、これをどうしたらできるんだ、こうかこうか、これはこっち行かない、行かないから、あ、これはこれでしょうがないんだ、これだね。ね、こんな形ができております。まあ色使いといい、これもネフのエリプソに近いかな、そういう部分もあるね。エリプソはエリプソでまた、過去に動画を撮ってますから、ぜひご覧くださいね。ザビエル・デ・クリペレールという人のね、作品ですけど、なんかね、あ、こんな形も面白いじゃんね。これ見せようとすると持ち上げられないけど、あ、こうやればいいか、こうやればいいかね。なかなかね、やっぱり優れた、これドイツで買ったんだけどね、今入手できるのかどうか分かりません。
なんともぜひトリアマントで、ね、検索してみてください。まだあるかもしれませんね。最近だとね、検索してなんか、日本のものでなくても、日本のおもちゃにやなくても、入手する方法はね結構あるみたいだから、はい、いやなかなかねこれ触ってて楽しいんですね。自分のこう脳が、こうしようああしようっていう思い通りにならない、ここもまた楽しいんですけどね。まあでも最後は、定型の形にここは、していきましょうかね。そうするとルービックさんが、ハンガリーのねルービックキューブを考えたあのルービック先生が、考えたスネークキューブにも近くなってくるかな。これ最後はこれはこっちやんないとダメなんだよね。だからこうしてこうなっちゃうとダメなんだね。これを下へ持っていって、こいつを下へ持っていって、これをこうして、これはだからあんたこう結構難しい、定型にするには結構難しいぞ、難しいぞね。どうしてもこうなっちゃう。これで何人した人が過去に何人いたでしょうか。大勢の人が何人したんですよ、これで、きっと。こうなっちゃっておしまいじゃ嫌だね。どうしたら、こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、こう、できた。はい。定型になりましたよ。はい。そうすると、こうして回して遊ぶとかね。あ、音も、それなりに、ね。ということで、はい、本日は、ドイツ製品だと思いますけれども、トゥリアマントご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。